ブリガンティン・アービング・ジョンソン・ブリガンティンの半層図、ブリガンティンは2本のマストがあり、そのうちの1つには黄飯を備えた小船である。2本のマストとも黄飯を備えた小船は、ブリックと呼ばれるため、一般的にはフォアマストに黄飯、メインマストに重版を備えたものを、ブリガンティンとして区別する。もともと、ブリガンティンは、オールとホを備えた小さな船のことを指していた。 13世紀頃の地中海の海賊に好まれ、その名前も、盗賊の船を意味するイタリア語が由来である。当時の船は2本のマストにラテンセールが貼られており、8本から12本のオールを持っていた。17世紀遅くに、イギリス海軍が用いたブリガンティンは、ほとオールを持つ、小さな船で、2本マストの両方に王藩を備えていた。18世紀の前半には、 ブリガンティンという言葉が特別な反送を表す言葉となった。すなわちフォアマストに王藩、メインマストに重藩を持つ現代の形状である。1780年出版、開示時点によれば、ブリックとブリガンチンは次のように定義されている。ブリック、オアブリガンチン日本マストの商戦。 この言葉は、一般的に特別な構造の船を定義するものではなく、他の小船とは異なる方法で、マストや砲を備えた船のことを指している。ヨーロッパの様々な国の海事関係者によって、それぞれ特有の船を表す言葉として使われている。イギリスの水夫の間では、主犯がほぼ流骨の面に沿って張られた船を区別して、用いられている。一方、 大型の船の主帆は船を横切って、すなわち、低長方向に直角に張られ、甲板に平行に掛けられた穂桁に固定されている。ブリックの場合、主帆の端は、主章を取り巻き、穂の上げ下げに応じて上下する、タガに取り付けられている。これは、ャゲタによって、上に伸ばされ、ブームで下に下ろされる。後に、ブリックとブリガンティンは、はっきりとした意味を持つようになった。 オックスフォード英語辞典では、ブリックを次のように定義している。1、英船元も々ともとブリガンティンとは、同義語。ブリガンティンという言葉はそのまま残り、短縮されたブリックは、帆の形状が変わり、次ののようになった。前帆柱と首相があり、首相にしゃげたとブームを備え、重版を張った船のような日本マストに、黄版を備えた船。ブリックは、 トライする用マストがないことと帆を巻き上げるためにャ下タを下ろすことで、スノーとは異なる。商業用スノーはしばしば、ブリックと呼ばれることがある。ブリックは、ブリガンティンから派生してより強い反送力を得るために、戦闘用ブリックとなった。これも海賊に使われることが多かった。ブリックと同様に2本のマストを持ち、フォアマストに横半を、メインマストにスクーナータイプの重半を持つ。 基本的にブリガンティン型の搬送の類型だが、ブリック型とスクーナー型の搬送の特徴を混合して有するとされることから、私有動体と例えられ、また2種の中間的な意味から、ブリックスクーナーとも呼ばれる。メインマストのコースセールが重版であれば、トップセールより上の穂の種類は問わないブリガンティンに対して、ハーマフロダイトブリックのメインマストは、 基本的に全てが重版である点で区別は可能である。アメリカにおいては単にブリガンティンといった場合、ハーマフロダイトブリックのことを指す。現存するハーマフロダイトブリックは少なく、イギリスが保有するアイオブザウィンドが挙げられる。ありがとうございます。